続きまして薬物乱用防止についてお伺いいたします。法務省が公表した2020年版犯罪白書によると、覚醒剤とコカインの昨年の押収量が平成以降最多を記録したほか、大麻の所持などで検挙された人が6年連続で増加し、初めて4000人を超えて、去年1年間に検挙された人は前の年より 21.5% 増の4570人となりました。この数字は統計がある1971年以降で最多であります。このうち未成年を含む20代以下が半数以上を占めるなど、近年大学生や高校生や若者を中心に急増していることも分かりました。一方で2019年の覚醒剤取締法違反での検挙人数は8730人で、1975年以来44年ぶりに1万人を下回り、薬物事犯の傾向に変化が見られております。その背景には、大麻は SNS を通じて他の薬物よりも入手しやすく、その及ぼす影響が過小評価され、また昨今では芸能人の薬物事犯によるニュースが多く見受けられることから、安易に使用している可能性があると分析指摘をされているところです。千葉県においては薬物事犯全体における検挙件数は800から900件台、検挙人員600から700人台と近年横ばいで推移をしておりましたが、緊急事態宣言等の影響もあり減少しておりますが、事犯別内訳を見てみますと、依然として覚醒剤事犯が7割を占めているものの、年々覚醒剤事犯の割合が減少し、大麻事犯の割合が増加しております。大麻事犯の年齢別検挙状況は令和元年の数値で20代が63人で最も多く、全体の 43% を占めており、若者による大麻の乱用が増加しているように思われます。そこでお伺いいたします。県内における少年の違法薬物取締りについて検挙状況とその特徴はどうか。2点目、薬物乱用未然防止のためにどのような取り組みを行っているのか、また新型コロナウイルス感染症の状況下においてどのように工夫をしているのでしょうか。薬物の乱用は脳の正常な発達を止め、脳をはじめとする身体の主要器官に深刻な悪影響を及ぼし、最悪の場合死に至らしめます。さらには暴力団や外国人犯罪組織が関与する大規模な大麻栽培事件も発生しており、犯罪組織の資金源となっているケースもあり、社会全体への問題へと発展しております。薬物は依存性と乱用による幻覚等に伴う自傷、互いの危険性があるという大きな特徴があり、一度だけのつもりがいつの間にか薬物依存となり、一度しかない人生が取り返しのつかないものとなってしまうことを児童生徒に伝えていくことは必要不可欠です。そこでお伺いいたします。大麻を含めて薬物の危険性について学校では児童生徒に対してどのように指導しているのでしょうか。保健医療担当部長渡辺正俊君。薬物乱用の未然防止のための取り組みと新型コロナ感染症流行の中での工夫についてのご質問ですが、県では麻薬や覚醒剤などに関する正しい知識を普及するため、ポスターの掲示、リーフレットの配布、ラジオやテレビによる広報などのほか、ボランティアとして薬物乱用防止指導員を委嘱し、街頭啓発活動や地域に密着した啓発を実施していただくなどの取り組みを行っています。特に近年、若年層を中心に大麻事犯の検挙者が増えていることから、大麻の乱用防止にかかるデザインを学生などから公募し、その優秀作品を使用して作成したポスターやリーフレットを配布するなど、大麻の危険性を周知することに力を入れているところでございます。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、街頭啓発活動を行うことが困難な状況ですが、急啓発用のポスターやリーフレットの配布先について、新たに広告を加えるなど、さらなる啓発に努めてまいります。教育長、沢川和弘君。薬物乱用防止についてお答えいたします。児童生徒に対する薬物の危険性の指導についてのご質問ですが、各学校では体育や保健体育の授業で薬物乱用による影響について指導を行っているほか、薬物等の専門知識を有する警察官、学校薬剤師等による薬物乱用防止教室を開催しております。その中で大麻についても取り上げており、例えば体に害がない、依存性がないといった情報は誤りであり、そうした認識が乱用につながっていること、
また大麻の乱用が将来他の薬物の乱用につながることなどを指導しております。さらに今年度県警が新たに作成した小学生及び中高生向けの薬物乱用防止動画の活用を促すなど大麻を含めた最新の情報を提供し薬物乱用防止教室の充実を図ってまいります。私から以上でございます。警察本部長楠木義信君。まず少年の違法薬物取り締まりの検挙状況とその特徴についてのご質問ですが、令和元年中の薬物事犯にかかる少年の検挙人員は21人であり、一昨年と比較して2人増加しました。また本年11月末現在の検挙人員は26人であり、前年同期と比較して14人増加しております。その特徴としましては、大麻事犯の検挙が増加しており、令和元年中に検挙した少年は16人で、前年の8人から倍増しております。また本年11月末現在、大麻事犯で検挙した少年は24人であり、すでに昨年を超え、大麻による少年の検挙人員が年々増加しております。私からは以上です。続きまして、薬物乱用防止について要望させていただきたいと思います。ご答弁にあったように、未成年に大麻の乱用が広がっているということで、私は大変な問題であると捉えております。私自身も薬物乱用防止教室の認定講師として、これまで我孫子市内の小学校を中心に薬物乱用防止教室を行ってまいりましたけれども、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で残念ながら実施ができないという状況になります。自殺対策も同様ですが、コロナ禍において学習の遅れなどがクローズアップされがちですけれども、命の教育といったこと、それから道徳という人間の根幹に関わる教育をおろそかにしてはいけないというふうに思っております。子どもたちにあらゆる機会を加えて指導していただきますように要望させていただきます。そして普及啓発に関することですけれども、ポスターやインクレットの配布など啓発を行っているというような答弁でしたが、若者の増加という背景に加えて、やはりネットから大麻を入手したりと、ネットということと若者というところがキーワードになってくるのではないかなと思います。自殺対策においては関連ワードを検索すると、相談窓口にもつながるようになっているということでしたので、薬物乱用に関しましてもぜひ SNS を活用した啓発活動も視野に入れていただきたいと思います。